ダブルウィッシュボーン式サスペンション。ダブルウィッシュボーン式サスペンション。ダブルウィッシュボーンサスペンションとは、自動車の喧嘩の方式の一つで、独立喧嘩に分類される。上下一体のアームでタイヤを支持するもので、レーシングカーでは、ほとんどがこれを採用している。スポーツカーにも多い。名前の由来は、鳥の股骨、ウィッシュボーンの形に似た、エ字ジ型のアームが上下に二組。 ダブルあることからだが、一般にアームの形に関係なく、上下二組のアーム、アッパーアーム、ローアームでタイヤを支持するサスペンションの総称となっている。リンク機構として見ると、車体側の上下二箇所、上下にあるリンクアップライトからなる四節リンク構造のものを指す。特に前輪では、ステアリングするため、タイヤ側をピボットで支持し、駆動力やブレーキ力を 車体側に分散させて伝えると自然に前述の A の字型となるが、片方を前後方向に大きく伸ばしたものなど変形も多い。さらにアームを分割、追加するような変形を加えたものが、マルチリンク式サスペンションであると見ることもできる。二組のアームは、車体側から横方向に路面に対して、ほぼ水平に取り付けられ、アップライト。 車軸やハブを含むを上下から挟むように支える構造になっている。リンク機構全体として平行四辺型に近い形状であることから、バウンドリバウンド時にもタイヤのキャンバー角はほぼ一定に保たれる。前述のようにバウンドリバウンド時にキャンバー角がほぼ一定に保たれる点では、優れた方式であるが、等方式が採用される主な車種であるレーシングカーでは、 一般の車両に比して高速でコーナリングするため、その際に発生するローリングが問題となる。上下のアームを完全に当庁、平行とし、厳密に平行し変形リンクとしてしまうと、車体のローリングと同じだけの角度でタイヤが傾いてしまう。大昔の車のような断面型が丸いタイヤなら、ともかく、現代の低偏平率タイヤを傾けるのはまずく、ロールセンターを上げて、 全くローリングしない車にしてしまうともっとまずい。そこで、ロアアームの方を長くしまた、車体側の間隔を狭め、少々の不登場、不平行のリンクとすると、ローリング時に車体と一緒に、タイヤが傾いてしまう現象が緩和された車に、することができる。一方で、バウンドリバウンド時に、キャンバー角の変化が発生するようになるので、それらの妥協点を見つけるのがこのあたりの設定という、 ことになる。先行した横置きリーフスプリング二段配置の前輪独立喧嘩が1930年代に、剛性の高いアーム、ウィッシュボーンの併用によって、より高度に発展した技術というべきもので、同時期にコイルスプリングや縦置きトーションバーなどを、スプリングに用いる手法で市販車に導入された。1960年代まで特に前輪、独立喧嘩の代表的手法として、 優勢を極めたが、普通車向けに構造が簡易なストラット式が普及したため、スポーツモデルやサイズに、ゆとりのある高級車などへの採用が中心となっている。日本の市販車では1947年のトヨペット SA 型の前輪が最初の採用例である。変形 WISH 棒をもとにアッパーアームローア,アームとアップライトの連結部が形成していた。 両アームの寸法及び取り付け位置に制約されるキングピン軸機能を分離し、車軸付近にアームの寸法制限とは別個に設定できるよう新設したものが1989年日産スカイラインのフロントサスペンションに採用された。区のあざ部分はサードリンクとして分離されたことから、これをマルチリンク形式に分類している。 レーシングカーはツーリングカーなどの市販車ベース車両を除き、前後ともダブルウィッシュボーン式サスペンションの採用が定着している。その中でフォーミュラカーはタイヤが露出しているため、1960年代からスプリング・ダンパーユニットを車体内部に搭載し、空力性能を向上させるようになった。これをスプリング・ダンパーのインボードマウントと呼び、インボード化されていないものを アウトボードマウントと呼ぶ。インボードマウントの場合は、アップライトの動きをスプリング、ダンパーに伝達する機構が必要となり、下記のような方式が用いられる。スプリング、ダンパーユニットは、フロントノーズ内部やリアのミッションケースの周囲に配置される。アームやロットの材質はかつては金属製であったが、金属より軽量なカーボン製が普及している。 空気抵抗の少ない翼断面形状に成形される場合もある。ロット、接続棒式の場合は曲げ応力はかからず、ロットの押し引きをベルクランクによりスプリング動作方向に変換する。ロット式には、プッシュロットとプルロットの2方式がある。プッシュロット式は圧縮方向の力で座屈しないよう、ロットが太めになる。プルロット式の方がロットを細く設計でき。 重量や空気抵抗の面ではメリットがある。ただし、搭載スペースの自由度やメンテナンス面では、プッシュロット式の方が合理的である。会一では、1970年代まではロッキングアームが主流であったが、ダウンホースが大きくなるにつれ蒸気の制約のために、廃れた。1980年代は、プッシュ、プル両方のタイプが混在していたが、 1990年代以降は前後ともプッシュロッド式が定番になった。2010年代に入り、車体後部の空力性能を高めるため、リアサスペンションのプルロッド化が流行している。フォーミュラカー以外でも競技用や市販用のスポーツカーなどで非線形特性を得るなどの目的で、インボードマウントが用いられることがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。